あたけ冬安市、あたけ冬康氏、あたぎ冬安は、戦国時代の武将、三好氏の家臣、三好元町の三男、あたかへ、養子に入り、淡路水軍を統率し、三好政権を支えたが、兄、三好長兄によって殺害された。経緯、理由については、様々な見解があり不明な部分が多い。協力元年、1528年、 細川晴元の重臣、三好元町の三男として生まれる。あたかは、淡路国の水軍州である。長兄の長兄は、当時、細川氏などによって、畿内を追われ、淡路島にいた。長兄は冬安氏を、このあたかの当主、あたかおの養子にして、家督を継承させた。穏やかで優しい人事の将であり、人望が高かったという。以三好家は、 長兄の長兄が、摂津国、河内国、泉国の兵を、時刑、三吉十九が、淡国衆を、冬安氏が、淡路衆を、弟、東郷一存が、佐抜国衆を率いるという体制で各地を転戦した。冬安氏は、大阪湾の制圧や永六画年、1558年の北白川の戦い、永六五年、1562年3月の畑山、 高生との戦い、久熊田の戦いに従軍、特に畑山高生との戦いでは、時系の実給が廃止すると冬安氏は、ああ撤退して再起を図り、6月には、再び高生と河内で戦い勝利している、京高寺の戦い。その後、弟、一存や時系、実給、おいで、長兄の着難、三好義之が、相次いで死去すると、三吉一族の生き残りとして、 長兄をよく補佐したが、a 六七年、1564年5月9日に、長兄の居城、飯森山次郎に呼びされて自害させられた。去年37、後を、子、信康が継いだ。冬、康氏の殺害に関する経緯、理由については、諸説ある。山品時継は、自身の日記、時継狂記にて、冬康氏に逆信があったゆえに殺されたようだ。 逆信悪行と伝文の形で書き記している。多くの民衆は松永久秀の作動が背景にあったことを信じて疑わなかった。例えば、俗王人皇期、三好別記などの資料には、冬、安氏の死因は確実に久秀の残疎が原因による暴殺であると記されてり、久秀は逆信の聞こえあり、無本の野心あり徒長慶に残疎したという。 実際に、久秀には、東郷一尊、三好十九、吉岡といった、長兄の兄弟、弱子が、相次いで死去して、三好家中で同等化、それをがする実力を保有するもので残っていたのは冬、安氏だけであり、これを除くことで主家を乗っ取ろうと考えても不思議では、なかった。一方で、足利清や、細川良吉にも、 冬安氏が残疎によって殺されたと書かれており、これらの資料の記述も、冬安氏が久秀の残疎で殺されたとする根拠とされているが、この二つに関しては、何者かの残疎によって、冬安氏は長兄に殺害されたとしか書かれておらず、久秀が関与したとは一言も書かれていない。長兄が、自らの意志で、冬安氏を殺害したという見解もある。弟の統合一存。 十九、着難の吉岡に相次いで先立たれ、長兄の親族の有力者は冬公和人になっていた。資料深い性格もあって、冬公への人望は一層のこと強くなっていった。そのこともあって、後継者の吉継をめぐり圧力、疎閣が生じたのではないかとも指摘されている。冬公本人が吉継への家督継承を不服としていた可能性もあると指摘される。 天野忠之は冬考察外の理由について断言はしていないが、冬安氏が吉継の家督継承に不服を抱いていた。可能性もなきにしあらず、と解説した上で、たとえ冬安氏が無効であっても、自分の死後、吉継の地盤が盤石になるためには、冬安氏を殺す必要があったのではないかと指摘している。長江正一は、長慶は、吉継の将来のためにも冬。 安氏の処遇について考慮しなければならなかったと指摘する。また、長兄は、この頃、重い病によって判断力が低下していたと考えられる。殺害後に冬や氏が無実であること知った長兄は、相当に後悔したと言われている。その後、長兄は精神を病み、うつ病であったと言われる。そのまま後を追うように7月に病死している。この晩年の長兄が、 うつ病に罹患したという観点から冬工暴札を考察する見解もある。三好長兄の研究もしている介護士の諏訪正信は、うつ病の末期症状による被害妄想を原因とした殺害、集団自殺心中という二つの見解を提示している。被害妄想を原因とする殺害は、長兄の病状が悪化するにつれ、兄弟の中で唯一の生存者となっており、 人格者として慕われていた冬安氏に人々の人望がまり、それが長兄には冬安氏が家臣たちを救護して自分を殺そうとしているように移ったというものである。もう一つの集団自殺、心中説は、うつ病と自殺に強い因果関係があり、またうつ病による自殺は時々心中の形となって現れ、その犠牲になるのは多くは身内である。 ということに着目した見解であり、三好家の総領として、天下人として、自分の無力さに絶望を感じた、長兄、冬安氏を道連れにして殺害し、自らも職を立って餓死した、というものである。ただし提唱者である諏訪自身は、これら二つの見解は、自分自身のこじつけによる解釈だと注意書きしている。長江昭一は、 最終的に粛清という結末になってしまった結果も、鑑み、長兄と冬、安氏の関係、及び、両者の地位は、源頼朝と、源ののりより、足利高氏と、足利忠義、豊臣秀吉と、豊臣秀氏のそれに似ていると指摘す。また今谷明は、冬安氏が粛清される、直前の三好政権末期における両者の関係を、悪い表現と前置きした上で、 文化大革命の末期における、毛沢東と、周恩来のようと評した。天野忠之は、長江や今谷のように、長慶と冬、安氏の関係を、他の歴史上の兄弟と直接比較はしていないが、織田信長の死後、織田信を、織田信鷹、織田秀信、三宝士、並びに、彼らを講演する、柴田勝家、豊臣秀吉らの間で内紛が起こった事例を例え、 このような事態が起こることを防ぐために、長兄は冬康氏を粛清したのではないか、という見解を出している。信康及び清安の二人の息子がいたとされるが、信頼性のおける一時資料においては、仁太郎という一人の息子しか確認できない。仁太郎の意味名は不明であり、刑図には、康氏の一文字が記載されているのみである。あたか家の家督は、兄、実級の三男である。 上五郎、神五郎が継承したとされ、後に、織田信長、豊臣秀吉に属する。上五郎は秀吉によって、張間国赤市へ領地返され、水軍の統領としての地位を失った。その後もしばらく、上五郎は存命していたようであり、慶長四年、1599年に、片桐貞沙沙らと共に、小国人を警備していたことが、録音日録に記述されている。 この記述が資料における神五郎の終わり身となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。